今のフロンターレに勝つためには、ねえ、みんなそれを必死に考えてるわけでしょ。どこからでも点取れるわけよ。で、どんな崩し方もできるから、史上最強になるかもしれない。ケイラさん、うん、フロンターレが優勝しましたけど、もうさ、フロンターレ強いよ。史上最速の優勝でしょ。勝ち点も75、勝利数も24試合だから、結構ね、圧倒的というか、4試合残してのリーグ優勝って多分あの J リーグの史上最速で、今までね、 J リーグ史上最強って言われてた、例えばジュビロとか鹿島とか、当時のね、まあ浦和レッズも2006年言われたりもしたし、もしかすると史上最強になるかもしれない。強さの理由は何なんですか？強さの理由は、実はね、川崎フロンターレの今の主力選手のほとんどが大卒なの。そのね、大学サッカーから選手を獲得してるっていう、ここポイントだと思っていて、で、今年獲得した選手言うと、三笘と旗出るよ、まあ、活躍した選手で言うとね、2人ともね、めっちゃインパクト残してるのよ。で、そういう選手たちが活躍するっていうのもあるし、今季ね、引退を発表した中村憲剛から始まって、他にもね、谷口とか車や、あと三笘でしょ、森田、小林優、脇坂、長谷川、旗出、だから大卒の選手をうまくね、こう使ってる、そこで成長させてるっていうのは、川崎フロンターレの強さの、まあ、秘訣かなって思う。川崎フロンターレって J リーグが始まってからすぐに J リーグに入ったチームじゃなくて、1999年から J2 に参入してるんだけど、その翌年に J1 に上がってんだけど、また1年で落ちる。やっぱそういう、こう、なんていうの、後から入ってきてるし、強くないチームがやっぱ優秀な選手ってね、なかなか取れないのよ。例えばじゃあ鹿島とかジュビロとか、そういうところっていうのはもう一番手を取るわけで、もそれが取れないチームが、じゃあどうしたらいいのって言ったら、スカウトの能力とか見る目っていうところも一つあると思うんだけど、そっから先のことを考えて大卒の選手たちを取るとか、そこにチャンスがあると思って、多分当時の GM がいろいろやったんだと思うんですね。大卒選手を獲得するメリット、大卒の、ね、選手を獲得するメリットでいうと、一旦自分たちが高卒で慣れなかった選手たちっていうのも多いわけよ。高卒ってさ、まだまだ大人じゃないじゃない。だけど大学生って、酸いも甘いも知ったりさ、自分たちで何かやらなきゃいけないこと、用意されるっていうのも、用意自分たちしていくっていうこともあって、自分自身をこう客観的に見れるんだと思うんだよね。そうなってくると、大学卒業した選手たちの方が、そのチームによりね、貢献したいなっていう思いは強いかもしれない。そのチームのスカウト力とか、うん、サッカープロみたいなところの話、これはどのチームも、まあ、スカウトをね、頑張ってやってると思うし、まあ、まず一つは長く川崎でプレーしてくれるかどうかっていうところがあって、ただ川崎フロンターレの場合は基準で言うと、まあ、ユースとか高校で名を上げてる選手たちっていうのは、まあ、海外なんかにね、移籍しちゃう可能性も、1番2番取れたとしても移籍しちゃう可能性が高くて、それがね、大卒の選手って実は腰を据えてチームのこう屋台骨になってくれるみたいな、そんなところもあるんだよね。で、2つ目が川崎のプレースタイルに合うか、一番大事にしていること、まあ、これね、守備ができる身体的な能力っていうところがあって、川崎ってもともと強くなかったわけよ。しっかりと土台作りするっていう意味では、守備もしっかりできる選手っていうのをやっぱ育てたかったと思うんだよね。もう一つ、まあ、それに付随するんだけど、人間性で本当にサッカーに集中できる人間性が備わってるかどうかっていうところを見ていて、川崎って意外と都心に近いでしょ。だから、いろんな誘惑があるわけよ。チームのフィロソフィーみたいなものの中に献身性みたいなものを必ず求めている。まあ、あとは試合中にね、チームプレーができるかとか、ピッチ外での立ち振る舞いとか、あとはこう身だしなみみたいなところも含めて、だからこの3つ、長くプレーしてくれるっていうのと、川崎のプレースタイルに合うっていうことと、人間性、これを基準に川崎は大卒の選手を取るっていうふうにシフトを
大きく変えていったっていう。今のフロンターレに勝つには他のクラブどうすればいいですか。今のフロンターレに勝つためには、みんなそれを必死に考えてるわけでしょ。でもそれぐらい結構ね、どこからでも点取れるわけよ。でどんな崩し方もできるから、まあガチガチに守るカウンター一発みたいな感じかな。いやでもそんなんじゃ夢ないから、どうかな、マンツーマンとかどう。マンツーマンでフィジカル勝負するみたいな。でもね、川崎ね、フィジカルもね強いんだよね、今のチームは。わかんないそれぐらい強いよ今。やっぱ中村健吾の後影響も大きいだろうし、大卒でさ、ね、鹿島に断られたなんていう話も記事に出てたけど、いやでも健吾の話とかみんな聞きたいんじゃないの。ちょっとオファー出そうかなって思ってます。